皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内敬三です。本日もご視聴くださいましてありがとうございます。本日11月4日に収録しております。今日は、京都で新たに創設されました京都映画賞、映画作品の舞台が京都であったり、また撮影やロケ地が、京都であった京都ゆかりの作品のノミネートされた作品の中から、一般の会員投票によって選ばれる賞なんですけども、私が住んでおりますこの京都はもともと映画文化のすごく盛んな街だったんですが、もう一度京都での映画文化を盛り上げていきたい、おそらくそういった願いを込めて創設された賞だと思います。で、11月1日からノミネート作品からの投票がスタートしたんですが、本当に見させていただきましたら、京都ゆかりの素敵な作品がたくさんノミネートされてるんですけども、その中でも、私のこのほっこりカフェゆかりの、太陽の子、もうロケ地は回れるだけ回らせていただいて動画で紹介させていただきました。この太陽の子も、嬉しいことに今回ノミネートされてますので、ぜひ太陽の子のファンの方には会員登録していただきまして、簡単にできますので後で説明します。投票していただきたいので、京都映画賞の案内、そしてまた、太陽の子の、投票のおすすめと、今日はお話しさせていただきたいと思っておりますので、どうかお付き合いください。よろしくお願いいたします。で、この京都映画賞のことは少し前に京都市の、広報の方とお話しした時に、京都での、映画文化をさらに盛り上げていくために、こういった賞を創設しようと思ってるんですっていうようなお話を確かね聞いてたこともありますし、また私が KBS 京都ラジオでやっております堀井&春さんの祇園恋物語には、京都市長門川市長が5回ぐらい来てくださってて、その中でも去年なんかも私も天柄門や、太陽のこのロケ地を回れるだけ回ってる時があったんで、そんなお話をさせていただいてて、ぜひ市長また京都でのなんか映画の撮影なんかにもすごく京都市もこう協力していただいて、映画の街としてもう一回盛り上げていけたらいいですねっていうお話をさせていただいたら、すごい門川市長もその映画文化を盛り上げていくという意味では前向きにお話しされてたので、おそらくこの京都映画賞の創設にはそんな市長の思いも加わってるのではないかなと思いますので、まだ近々番組に門川市長にゲストに来ていただいた時にはお聞きしたいなと思っておりますし、また皆さんご存知のように今年文化庁が京都に移転されました。本格的なお仕事はこれからになるみたいなんですけども、そういった意味で、その日本での文化の中心地が京都、そしてまた京都はもうたくさんのこの文化がもちろんありますけど、その中での映画文化っていうものも、これから盛り上げていきたい。なんかそんな思いを込めて、創設された賞だと思いますので、その第1回の、作品賞に、ぜひ太陽の子が選ばれたら、それはむちゃくちゃなんか嬉しいし、素敵なことやなと思ったりしております。で、この京都映画賞なんですけど、ちょっとこの創設趣旨なんかもね、ずっと見させていただいてるんですけど、ちょっと紹介させていただきますと、この京都映画賞の創設の趣旨は、日本映画発祥の地京都はかつて東洋のハリウッドって呼ばれるほど映画文化が交流し、多くの優れた時代劇をはじめとする日本映画とその作り手、支え手を生み出してきました。映画の本当になんか聖地と言われてます、うずまさ、うずまさ映画村がありますけど、うずまさなんかが私が住んでるこの西京から、もう本当に車で10分ぐらいで行けるんですけど、なんか当時のなんかお話を聞くと、本当にその撮影所から、ちょんまげをしたままの方がいっぱい出てこられて、そのあたりでお茶飲んでおられたり、このお食事されたりというのが、なんか本当にもう映画の街という感じだったみたいので、もう一度そういう風にね、また盛り上がったらいいなと私実は思ってるんですけど、しかし近年京都での映画制作本数は大きく減少し、映画の街京都が培ってきた技術や文化の継承が危ぶまれる状況に加え、新型コロナウイルス感染症が映画界にもたらした深刻な影響などにより、京都の映画文化はさらに厳しい危機的状況に直面しています。一方で、日本映画を支えてきた撮影所があり、映画スタッフ、関係者が多く、またシネコン、ミニシアターなどが市内各所にあり、
映画館関係者も多い。古くからの映画ファンに加え、学生が多い学生大学の街であり、若年層から高齢者まで幅広く多様な映画ファンが多い、など、京都には映画の街の特性が今も息づいています。これらの課題や現状を踏まえ、京都の映画文化の振興と継承を図るため、映画の街京都ならではの京都映画賞を発足しました。で、京都映画賞の会員を募集して、その会員に投票していただくということみたいです。で、コンセプトが、一つ目が映画を見る人の裾野を広げる。二つ目が映画を支える人の仕事を広く伝える。三つ目が映画を作る人を次世代につなぐということで、これが、京都市民だけではなくて、全国の方に、京都の方だけじゃなくて、会員になっていただいて、まず会員になっていただいて、その会員になっていただいた後に、その、投票していただくということなんですけども、京都映画賞会員になって、映画の街、京都の魅力をもっと知ろう、楽しもう。京都映画賞会になると、京都ゆかりの1作品を決定する作品賞の投票と上映会にご参加いただけるほか、映画情報をメールマガジンでお届けします。会員は年齢や京都在住の有無に関わらず、どなたでも無料でご登録いただけます。ということで、全国、ご登録いただけます。で、またね、会員の登録の仕方もそんなに難しくなくて、お名前は漢字で、ニックネームは不可って書いてありますので、本名で書いていただいたらと思います。で、振り仮名を書いていただいて、で、メールアドレス、で、メールアドレス、もう一度確認用。で、居住地を京都市内か、京都府内か、京都府外か。そして、生年月日何年何月書いていただいて、メール送付を、可能にしていただいたらいいと思います。で、確認画面で送っていただいて、でもう一回送信して、そして皆さんが書かれたメールアドレスに、この京都映画賞のサイトからメールが来ますので、メールが来なかったら、メールアドレスが間違ってるか、もしかしたらその、京都映画賞のサイトからメールが来るんですけど、そのメールアドレスが知らない人からメールが来たということで、その受け付けてない皆さんが着信拒否、携帯等がしてるかもしれないので、そのようにちょっと確認していただけたらなと思っております。で、私にもこのメールをさせていただいて、で、来た会員番号がこのメールで来るんですけど、その会員番号で、作品賞の登録はこちらというところがありますので、そちらから作品賞の投票の方に移っていただいて、その会員番号を入れて、もう一度名前を入れて、その後に、作品がございます。で、今回ノミネートされてるのがね、素敵な作品がたくさんあるんですけど、ルローニケンシン、そして北斎も太陽の子と同じく柳楽優弥さんが主演されててね、素晴らしい作品やったんですけど、で、の映画太陽の子とあります。他の作品は全部タイトルが いきなり載ってるので、わかりやすいんですけど、最初私太陽の子がないなぁと思ったんですけども、太陽の子に関してはその NHK でその前年にまずドラマが放送されているので、あえてここでは映画太陽の子っていう風に表記されてますので、ここがちょっと私ね、あれどこに、ないやんかと思ったんですけど、あ、映画太陽の子ってこの太陽の子だけ書いてあるので、それだけもしね、ちょっともしかしたら他の作品はいきなりタイトルが載ってるので、ここだけもしね、ないわと思われた方は、映画太陽の子って表記されてるのでね、見ていただきたいなと思っております。燃えよ剣もね、面白かったですしね、大河への道も良かったですよね。そして峠、最後の侍もね、素晴らしく、役所広司さん素晴らしかったです。でもあんまり、今日は浮気しないように、他のことはあんまり喋らないように、させていただきたいなと思ってるんですけども。で、私も、太陽の子に、本日投票させていただきました。で、一人投票は一回です。二回以上されても、無効になりますので、ということで、ご注意していただきたいなと思っております。
そしてまあ今回ノミネートされた作品は、その映画の舞台が京都である作品でもいいし、また舞台が京都以外でも、京都で撮影、ロケがされた作品でもいいということで、この京都が舞台か撮影かということで、両方その京都舞台、るろうに剣心なんかは京都も舞台にしてますし、撮影も京都でされているので両方なってますし、また片方だけの方もあって、北斎なんかは、舞台は京都やないねけども、撮影が京都でね、ロケがされているので、この撮影マークがついてます。で、太陽の子は舞台ももちろん京都です。京都大学で、まあ、終戦直前に原子爆弾を京都大学でも開発していたっていう、まあ、ストーリーなので、そしてまたロケ地も京都でたくさんされてます。だから舞台も京都、そして撮影も京都ということなんで、今回京都映画賞には、私はこの太陽の子はもう本当にぴったりの作品では、ないかなと、ちょっとひいき目なしになんかすごく思っております。で、投票は1月末までが投票で、で、2月に決定して、そして3月になんか表彰式、上映会があるみたいで、また上映会の時には、またこのおそらく投票した人の中から、参加したりすることもできるみたいなので、太陽の子が選ばれたその表彰式、上映式に、なんかこの上映会に、また私たちもね、ぜひ来年3月に行かせていただきたいなという、なんかすごく一つ来年の楽しみができましたので、ぜひ皆さん、まあ、急がないですけども、会員登録していただきまして、ぜひ太陽の子に、投票していただけたら、素敵ではないかなと思っております。太陽の子、そういえば本当にね、ロケ地、京都のロケ地で言うと、近海光明寺、そして京丹後市の、平の海水浴場、天狗屋がね、すごく印象的な海岸なんですけども、あそこも行かせていただきましたし、そして谷川住宅群、最後の戦地にもう一度戻っていく時の感動的なシーンなんかもありました。回れるだけ私もね、ロケ地を回らせていただきましたので、またこの動画の概要欄に今まで回らせていただいた太陽のこのロケ地なんかの動画のアドレスも貼り付けておきますので、まだ見られてない方は見ていただきたいなと思って、おります。なんか久しぶりに太陽のこのなんかお話ができてすごく嬉しいです。で、天柄門も京都でたくさん舞台は京都じゃないんですけど、その京都で撮影ロケがされてるので選ばれないかなと思ったんですけども、その今回ノミネートされるその作品の対象が、去年の確か4月から今年の9月まで有料で1週間以上上映されてる映画っていう風になんか書いてあったと思いますので、去年の4月以降で言いますと、4月や7月、12月、1日の特別公開、っていうのがあったと思うんですけど、その1週間以上の公開っていうのはなかったから、今回もしかしたら、天柄門は、外れたのではないかなと思っております。まあ、なんですけど、太陽の子は舞台も京都なので、この今年創設されました、京都映画賞の第1回の受賞には、京都を舞台に、そしてまた京都で、ほぼ撮影されました、この太陽の子、柳楽優弥さん、三浦春馬さん、有村架純さん、本当に日本を代表する、素晴らしい若手の、俳優さんが中心になり、そしてまた田中裕子さんや、国村純さん、素晴らしい伊勢尾形さん、本当に素晴らしい方がこの脇を固めていただいた、本当に素敵な作品やと思いますので、新たに創設されました京都映画賞の第1回、受賞作品は、ぜひ太陽の子に、受賞していただきたいなと思って今日は、おすすめさせていただきました。ぜひ会員登録そんなに難しくないので、していただいて太陽の子に1票投票していただけたらと思っております。最後まで、お付き合いいただきまして本当にありがとうございました。頑張っていきましょう。生まれてきてよかった、君と出会えたから。